はい、同人生活ですということで、おお、いきなり飛行機か。なんかいきなりステーキみたいに言ったけど、なんかあるのかな。パンが間違えて、あー、ライフルね。でね、ライフルなんですけど、これちょっとね、見てください、これもうやばいよね、このライフルの量。そう、めっちゃね、敵がサブミッションでね、敵のライズのやつらが持ってて、って話だよね。警察用ライフル、これ、レア度ちょっと高い気がするけど、何が、ダメージは下がってるよな。命中率と射撃、75と100ね。75と100がすごいのか？いや、全部同じだな。だったらこのダメージでかい方を持っていくな、これ。これが一番強いね。まあそれはいいとしてだ。とりあえず荷物が落ちた上に、貨車の中で、ジェイドとね、会って、アンティジンのね、アンティジンを探さないといけないんで、あとね、これフックを手に入れました。フックをね、すごい移動が楽になったっていう。これはね、レベルが上がったらね、もらえたっていうか、その、なんだろう、レベルが上がった時にこの選べるパークみたいなやつでこうね、学ぶと手に入れることができると。で、なくしちゃった場合は多分どっかで荷物多いやってポイって捨ててなくしちゃった場合は、その受品係とかからね、また再度もらえるらしいんでそこら辺はね、ちょっと咳しちゃいましたけど、安心して使っていけるかなと。ちょっと薬草集めていこう。もぎもぎしよう、もぎもぎ。ゾンビがいるな。で、今回は、その、ジェイドとね、会って、ライズが所有するその、廃坑をこう、倉庫にして、アンティジンをね、溜め込んでる倉庫を作ってるらしいので、そこをちょっと襲いに行って、まあ、うまくいくかどうかはわからないですが、こう、アンティジンをね、手に入れようかなと。そういう話になってたと思います。じゃあ行こうか。ほっ！ああ、届かない。この思い君に届けみたいなね、そんな感じですけど、ゾンビいっぱいいるな。よいしょ。お前らの相手をしてる暇は似合い。お、誰かは助けを求めてる。求めてねえな。ライズに人が襲われてたら、まあ考える余地はあったかも。おーおーおお、なんかそういうの出てくるのね。ちょっと待って、爆発はよして。うわ、食らったし結構遠くに行っても食らうのね。あ、登っちゃうとこれ回復無効になっちゃうのか。よし、覚えておこう。でだ、こっちの方だね。じゃあ移動します。よし。ということで、どうやらこの中で待ち合わせしてるみたいだから、いるかな？ちゃんといるかな？あんなところにポリス。これはね、いい武器が入ってるんですよ。これ、前回言ったような気がするんですが、まだね、編集してないからどうなるかわかんないけど、これね、いいやつ入ってるんで、ちょっと、ほら、非常に難しいって言って、非常に難しいんですが、これを開けるとね、いい武器が入ってたりするわけですよ。ていうか基本的にね、銃が結構多く入ってる。あ、すごい。あ、簡単に開いた。動画に優しいね。おっと、フラミンゴの鎌か。ここにね、ほら、銃弾があって、ここにショットガンとかハンドガンとかが置いてあることがあります。今回はちょっと銃手に入んなかったけど。よし。まあ、フラミンゴの鎌はね、結構最近手に入るようになったいい武器だと思います。使ってないけどね。反対が開いてなくなかった？We need it.
Where'd she go? おっと、どっか、ジェイドもどっか行っちゃうし、どうなってる？はあ、じゃあ敵はいっぱいいるのか。別々に侵入しましょう。広範囲をカバーできるし、物音も小さくて済むわ。まあそうかもしれんが、これ多分ランナーたちだよね。仲間が殺されてしまったってことか。で、この中、あと1時間。ちょっと今晩はここで過ごすことになりそうだな。よし、死ね。つうかさ、ゾンビになるとさ、結構な確率で、いろんなゲームでさ、頭をぐちゃぐちゃにできるけどさ、どうなんだろうね。ゾンビになると頭蓋骨がすごい柔らかくなるとか、そういうデメリットがあったりするのかな。ちょっと待ってね。え、ここになんか、あ、奥か。ちょっと待って、まずは荷物を。こういうあたりはね、まあ、生活必需品となってきますので、お金的な意味でもね、手に入れていきましょう。シリンジがいっぱいなんか曲がってんな。どういう使い方したらそうなるんだよ。メモと？あ、メモぐらいか。ああ。待って、これはなんだ？ああ、これあれか。可燃性のやつか。可燃性は別にいらないな。ガーズと？よし、ダブルガーズ。待って、これどっから行くんだ？あんまり物音を立ててバレるってのは、してほしくないから、こっちか。この隔離フェンスの裏側かな。お、なんだなんだ、どっかにあいつがいるな。あ、上にいる。じゃあもうこれはさっさと抜けちゃうのが基地だな。よし、じゃあ入ろうって言って、まあ入れるほど入れるほどね、そんな楽じゃないっていうか。おうつ、あとね、落下耐性もつけたんで、よしよしよし。あれ、こいつは、こいつはあれか、アグレッシブゾンビか。で、このクリケットのバットはだいぶ強いものを使っておりますので、こいつ爆発するやつね。地味に食らうな。おいおいおい、待ってくれ。邪魔だ邪魔だ。2体いるのか、双子かよ。やばい、スタミナが結構減ってんな。この下だから、よいしょ。おいし、よし、これで死んだ。で、やばい、危ない。で、ここか。ここから入れそうだな。よし、閉めよう。あ、うおうおお、待って。爆発するやついたんかい。この小学校も全然安全じゃないな。ちょっとじゃあ、アイテムあさろうか。じゃあ入ろうか、中に。Okay, Jade, I'm inside. Check the classrooms. That's the most likely place for them to store supplies.They should be marked somehow. Military jargon is pretty straightforward, so it shouldn't be hard to notice. なるほど。あ、革靴。JK が履いてたやつかな。そういう学校だっけ、ここ。小学校とかじゃないの。で、教室の中に軍事用品があるけど、まあなんか、軍事用語は簡単だからすぐに見つかると思う。これがエアドロップの箱か。開いてないのあるけど、いらないやつか。救急箱じゃん。何これ。何が起きた。
これ救急箱とかさ、こういうの開けてなんか手に入れられたら結構いいなって思うけど、そんなことはないか。ちょっと荷物を漁って、お、殺虫剤、殺虫剤を持ってどこに行こうというのだねみたいな話ですが、ここ開きそうだな。色が違うもん。でも何、あ、ヘルバーがある、ラッキー。ここ開くのか。ライトはつけない方がいいかな。一応潜入してるわけだしね。で、ここ開かないと。うわぁ、なんかゾンビが、ハーフライフみたいな殺し方されてるけど。これ完全ハーフライフじゃん。マジか。そしてガス缶はいらねえな。インベントリーをただ圧迫するだけだから。電源ケーブルね。この辺りは武器を作ったりするのに結構使ったりするっていうか、まあ、使ってないけど、あ、やべえ、夜になる。まずいな。でも建物の中だから奴らは出てこないと思うんだが。ここ開かない。こっちか。よし。夜になったね。まあでもこの辺りにあいつらはいなそうだから、まあ大丈夫だとは思いますが、なんもないんかい。なんもないんかい。あれ？でもなんか、アルコールね。アルコール。あ、反対側に何かあるな。あー、パイプはいらん。よし、じゃあ行こう。骨ね。なんか持ってたりする？なんか紙飛行機が刺さってるけど。まあいいや。それはいいとして。こっちが開いたりするか？こっちは開かないか。まあ、ほぼ一本道みたいな感じなのかな。サプライとか書いてある。ここら辺持っていけばいいのに。缶詰とかあるじゃないか。トイレね。刃物。でもこれ以上何があるってわけでもなさそうだな。アルコールね。タバコね。結構綺麗だな、このトイレだけ。いや、トイレ自体結構綺麗だぞ、これ。まあ、それはいいとして。じゃあ、下へ降りますか。でもこんなさ、ゾンビやら死体やらいっぱいあるところにさ、荷物を格納しておこうってどういう神経なんだ。しかもちょっと、外側に生きてるゾンビとかいたし、ゾンビは死んでるんですけどね。ほうほう。いや。ここで寝泊まりしてんの？ここで寝泊まりしてんのか？超絶汚えぞ、ここ。死んでんじゃん、誰か、もうね。あ、なんか写真あるけど。この写真は？写真は関係ないのか。いや、でもすごい物資が。まあ確かに。ああ、なるほど、地下を調べてこい。あ、これ誰かがあれか。あ、いやでも待ってよ、ここに溜め込んでるって。あ、ここに誰かが溜め込んでて、ライズはそれを取りに来てんのかな。そうだよね、現実的に考えて、こんな汚えところになんかねえ、わざわざ隠しに来るってことはないだろうし。なんかあるぞ。銃持ってくればよかったな。建物の中だから、ある程度発砲しても大丈夫だったような気がしなくもないな。そしてアイテムばっかり集めてると何も進まないっていう。でもこれ結構大事なんだよね、アイテム集めんの。はっはっは、ということで。あっけ、お、なんだ。開いた。うん。ここら辺は？なんだろう。火器厳禁だから火薬とかそっち系なんだろうな。で、金属パーツ。缶。ああ、これで進んだのか。ちょっと見てないところがありそうだな。まあ、どうせ、どうせ自分の裁量でいろいろカットとかはできるから、いろいろ見て回っちゃおうかな。
でも開くところねえわ。よし、じゃあどんどん進んでいこう。で、うわあ、ここ死体安置所か。まあ急にこれをね、ズタ袋をぶち破ってゾンビが出てくるなんてことはないと思うが。そして食堂だったっぽいな。はあはあ、うるせえ。誰だ、鳴らしたの。おーおーおー、いっぱいいる。なんでこんな鳴らしちゃうの。お前らバカじゃないの。死ぬぞ。めっちゃ、オッケー。分かってるんだけど俺の体がアイテムを求めちゃう。じゃない、そんなこと言ってる場合じゃない。よし、止めて。もうこれでライズのやつらにバレたな。おっと、お前はクリケットバットのあれになるんだ。めちゃくちゃ強いでしょこれ。ガーズをもらって、もうね、これなんていらない。あ、軍刀か。でも軍刀はな、そこまでじゃないから、まあもらっておくか。残りのこいつら、ん？こいつら何持ってたっけ？文化包丁、ハイランダーの手斧の、両方とも取ったことがないやつだから一応もらっておくか。インベントリーがいっぱいね。そう、結構武器がバンバン手に入るから。まあでももう隠れる必要もないな。あそこは通れなくなったってことね。アルコール、金属パーツとアルコール。回復はある程度作れそうだな。ガーズもある程度手に入れたし。で、ここを通るんだろうな。いやー、まあどこを通ってもあんまり変わんなかったが、まあいいでしょう。よし、ちょっとお前開けさせるか。オッケー、よし。もうライズも雑魚だね。これはなんだ、包丁か。包丁とかナイフはね、すごい振りが早いから助かるんだけど、まあでも今現状持ってるアイテムがいっぱいあるからいらないかな。音楽かっこいいね。この奥はなんか特に入るべきものは、入って見るべきものはなさそうだから上に行っちゃおう。ストレージ、あ、ここか。ここは倉庫だ。お、ゾンビが入ってきてるな。バイターが入ってきちゃってる。よし、 OK、 くたばれ、暴れ。よし、オッケー。そう、サブミッションとかでね、話を進めてって手に入れてきた武器はね、結構強いっていう。で、この奥か、ここら辺も開けられそうだな。手に入れられるものは入れておきたいから、ちょっと寄り道をしながらね、いろいろ見ていきたいと思いますが、この奥か。一体どういう感じになるのかな。もうアイテムいっぱいありすぎて進まないよ。アイテムありすぎだよ。アルコホールね。こっちは開かなそうだな。開く場所ない。よし、でここか。図書室じゃないかこれ。これが死体安置所。待ってくれ、ライズがいた。あ、フラミンゴの鎌じゃ。おっと、
おお、いっぱいいるな。ストレージだから痛い。待ってくれ、ちょっと一回回復しよう。どういう死に方してんのそれ。あれ、こいつアイテム持ってないな。バグか。よし、オッケー。まだ来るか。待ってくれ、ちょっと一回回復しよう。とりあえずライズを全員くたばらして、よし、オッケー。もう軍刀はいいかな。フラミンゴもいいか。まあもうそんなね、全部持っていけないから。あ、ドライフルーツか。あ、今じゃないな。家庭用品ってね、これ砂糖らしいですよ。で、この奥か。もう敵はいなさそうだが、アンティジンはあるのかな。アイテムがいっぱいあるな。お金もある程度拾っていきたいから、武器はちょっと売るか。いらなそうなのはね、今度戻ったらね。お、いっぱいあるじゃん。まあ道中道すがらにもいっぱいありましたが、アンティジンなくね。ないよ、ないよ、アンティジンだよ。こんなか？いやいやいや、あるわけねえよな。鍵があるじゃん。おい、鍵があるけど、この鍵は何？関係ないの？ああ、そういうことか。この箱の中にアンティジンが。なんで緑色なんだ？ジェイド、 no luck with any antigen. Looks like we'll have to talk about that other option. C 教室だけ。Classroom C to search though. The basement's pretty big.ああ、そういうことか。それでこの鍵が必要になってくるから、その時に手に入れろってことね。はい、 OK。 でさっき多分通信してたマイクで喋ってたのはこの部屋だろうな。俺の元にまだ地下室の鍵があるぞって言ってたし。よし、じゃあね、今回はちょっとここら辺にして、地下に次回は行ってみたいと思います。いやいやいや、どうなるんでしょうね。ということで、今晩はここら辺で、今回はここら辺で終わりにしておきたいと思います。それでは続きはまた次回。それじゃ、またな。